1936年ガルミッシュパルテンキル編ンオリンピックは、1936年2月6日から2月16日まで、ドイツのガルミッシュパルテンキルェンで行われた、冬季オリンピックである。開会式に臨むヒトラーとバイエラトゥール IOC 会長、ルドルフ・ヘス開会宣言はヒトラーによって行われた。同年8月に開催された1936年ベルリンオリンピックと、 同じく、ナチスのプロパガンダ要素が多かったが、国際オリンピック委員会から強い抗議を受けて、この期間中は、街中のユダヤ人撲滅ポスターは剥がされた。日本からは、初となる12歳のスケート選手が出場している。ノルウェーのビルガールードが、スキージャンプで2連覇を達成した。日本勢は、イグロ・マサツグが7位、タツタ・シュンツギが点灯して、 最下位に終わったものの最長飛距離の77メートルを飛ぶ健闘を見せた。ルードはアルペンスキー複合にも出場、ダウンヒルで1位となり、ジャンプとの2冠も期待されたが、スラロームの1本目で点灯、トータルで4位にとどまり、メダルに届かなかった。スピードスケート男子500メートルには石原翔蔵が出場し、4位に入り日本人として、冬季オリンピック初の入賞を果たした。 さらにフィギュアスケートに12歳の稲田悦子が出場10位となっている。ありがとうございます。